は肉が落ちる麺が多くて、はい、おはようございます。はい、おはようございます。お名前、うどんタクシードライバーのラムとチェビーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらどんなチャンネルなんでしたっけ。はい、このチャンネルではサヌキうどんを世界に広めようをテーマに、世界一を目指すご当地タクシーのうどんタクシーが配信しております。はい、ありがとうございます、はい、今日も元気よく、はい、元気よく行きましょう。はい何そのポーズ、めちゃくちゃダサいんやけどダサいキャラで行くもん、ね、次は元気よく行きましょう、行きましょう。じゃあ行きますか。はい、四国はどこ行ってるんですか。今日はコメントでおすすめのあったおうどん屋さんに行ってます。お、今日何食べましょう。何でもいいよ。ちょっと思っとったより暑いんで冷たいやつがいいな。なぜ暑いかって、うん、それはこの車が暑いからです宝くじが当たれば、うん、新車タクシー買うわ。ほんまやな、うん、今度宝くじ買う動画でも撮ってみようか、うんね、サマージャンボ買いに行こう。そうしましょう、300円で一等当てて、うん、一攫千金。新車タクシー5台ぐらい買おうこのタクシーに乗ってくれる方募集っつって、それ絶対来ると思いますよ。ここの私の宝くじのお金から給与出すんでこれで乗るよみんなって言って、そう確かに150円ずつ出そう喧嘩せんようにもし当たった時のこと考えて、そうですね、折半、うん、もし私が300円出してしまったら、当たったら自分のもんにしてしまいそうになるからそしたらもう新車タクシーも買えなくなっちゃう、うんうん、そう150円ずつ、いいですね。そしたら半分ずつで、うん、さらにそこからタクシーを5台新しいのを買うというわけですね、うん、そう。なんて有名なあれ話なんですか。タクシー買っても余りそうやけんいいね、家とか建てれそう、ね、本当ですよ。楽しみになってきたねくしゃむが出たわ有名な交差点どこでしょう。これ有名なんですか。いや、わからん。近くに有名な公園もありますね。西宮海岸が、あ、いいと思った。あー、バレたかな。ここ、一宮公園で、うん、私、ポケモンいっぱい捕まえる捕まえる願望やん、いかんよ、そっちには今日うどん屋さんに行けないけど、ちょっと寄らせてください。うん、じゃあうどん5分ぐらいで食べたら、一瞬寄ろうかポケモン探しにな。ね、あ、到着や。ここはちゃんとしますね、さすがに。引いてしまうけ。ほら、一宮公園です。ほんまや、目の前に。違う。あ、違う。こうやって。うん、何のポーズかわからんけどはいはい、というわけで、はい、今日は、うん、観音寺市にあります、セルフうどん、うまじ屋さんにやってきました。豊浜店です。はい、2軒ありますよね。もう視聴者さんがこちらの豊浜店をおすすめしてくださいましたんで、はい、やってまいりました。はい、じゃあ、いい匂いがめちゃくちゃしますね。何今日リモンなんでそんなんつけとん、かわいいやん。それ子供がつけとったよ、ゲストの
結婚式のゲストの子供がつけとった。嘘。お揃い？揃いや。今日は何にしますか？絵にはうどん、肉うどんの絵があります。まあ肉でいこう。あ、牛肉ぶっかけ。当店自慢のおすすめの一杯。お、肉？温玉牛肉ぶっかけ。それでいこうか。じゃあ、温玉牛肉ぶっかけのショーで。はい。冷たいの。冷たいの。冷たいの。はい。はい。ありがとうございます。温玉肉。楽しみやね。やった。いっぱいおります。うん、これでいける。おいしそう。ありがとうございます。本当にリアのショーになります。お願いします。ありがとうございます。これはやっぱり人気なんですか？そうですね、結構ね、初めて来られる方は皆さん結構半玉肉を結構ボリュームがあるもんで、はい、ね、ボリュームある、はい、ありがとうございます。せーの、いただきます。はい、今日は温玉牛肉ぶっかけの冷やショー。温玉牛肉ぶっかけの冷やショーです。見てこれ、すごいじゃん量。重たい。重い重い。美しいよね、しかも、うん、温玉がこうプルンプルンで可愛い、ね、じゃあまずはレモンを絞りまして、うん、はい、よいしょ。最近手荒れがひどいもんで。あ、そうなんや、ね、レモンがしみる。マジか。じゃあいただきます。はい。うわ、肉が落ちる。麺が多くて、めちゃくちゃコシがあります。好きな、好きな、うん、なんか勝手に西の方やけん麺極太かと思ってた。極太ではないけど中でもなんやろ、質量がすごいです。うわー、美味しそう。肉、お肉いっぱい入って、これ一口でいくの大変や。いけるやろ、絶対。せーの。うまい。結構、うん、味がめちゃくちゃついてます。へー。甘辛い。うん、丼とかにしても美味しいから。あと一本一本が結構長いし、うん、どっから取ったらいいね。いいすすりです、今日も。日々練習してます。何の練習？すする練習。すする練習。初心を忘れずに。初心忘れずに、うん、初心は忘れてよ。最初のすすりマジで微妙やったんやけど。あ、待って、あ、
あ、息が合わないでおなじみの、息が合わないでおなじみの、もうこれだからすぐ仲が悪いって言われるんですよ。言われたことないけど。はい、な、うん、どうですか、やっぱり卵を潰すことによってクリーミーになった。温玉なんで、うん、なんか普通の生卵とはまた違う、うん、なんか黄身にコクが出るじゃないですか。コク？うん、温玉とかゆで卵にしたら。そうなんや。え？出ないかな。いや、私卵はあんまり摂取せんけ。なんか、うん、生卵と味が変わる。へえ。さすがグルメを、グルメの女、グラタラム。頭かしげながら言わんといてください。麺が攻撃してくる、はよ食べろって。後ほど少しいただきますか。スタッフが美味しくいただきました。スタッフって今取ってくれる。4時5時デイズの時はでもスタッフさん何人かいましたけど、うん、ずっと私が食べ話やってるからスタッフさんが途中でお腹空いてコンビニ寄りよった。確かに。でもお腹空いたけんちょっとコンビニ寄ろうって。いつもだったら多分もらえるのに、クラタラムは全部一人で4杯も食べていく。で3店舗で4店舗ずっと食べよって。ごちそうさまです。今日は温玉牛肉ぶっかけの小冷たいやつをいただきました。結構麺がずっしり、うん、麺の中にもこう質量がぎっちり入ってるような感じの、うんうん、そんなに極太ではないんですけどしっかり食べ応えがあるうん、麺になってます。はい、はい、で、あとお肉は甘辛で結構しっかり味もついてて、うん、美味しかったです。そうだね、はい、めっちゃ美味しかった、うん、レモンが、うん、またアクセントになってるのでそんななんか肉丼のなんだろうなんか重たすぎずでもまあ、他のかけみたいにあっさりまではいかないですけどでもすごい食べやすい美味しい感じです。はい、で途中で温玉を潰してクリーミーにまたなるので、うん、はい、すごい味変が何回もできる感じです。完璧です。最近コメントでコメントが上手になったですねってよく来てます。成長しております。何その何誰でに手振った。誰も見てくれてないし。はい、はい、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまです。ありがとうございます。はい、何だったっけ、最後までご視聴ありがとうございます。動画いかがだった。本じゃないわ。恥ずかしいって言うんで、そうなんです。一人ぼっちで流れで やってるんで、すぐ出てくるんですけど、うん、今日は一人ぼっちです。はい、はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。動画いかがだったでしょうか。いいなと思った方はぜひいいね、うん、コメントしてください、うん、お何の拍手言えたけ。小さなステップを上がっただけ。今のはちょっとだけ、うん、またね。じゃんけんほい。